戸田和夫は、日本の実業家、教育者。文化学院理事長、元松下電気産業代表取締役副社長。1941年大阪府に生まれる。1964年に、滋賀大学経済学部を卒業後、松下電気産業入社。同社常務取締役、専務取締役、副社長、社長代行、顧問を経て、2009年より、 文化学院理事長。この間、松下電気産業殿下、重設社社長、パナソニック ABC ネットワーク社社長、松下電工取締役、アスクル社外取締役、国際ユニバーサルデザイン協議会議長、松下国内マーケティング大学学長、文化学院校長などを歴任。また、2007年からは、京都工芸繊維大学と母校の滋賀大学で、 特任教授を務めている。戸田の人物と経営者としての評価を的確に表したものとして、大河原勝之の以下の文章を引用する。振り返れば、中村改革にはなくてはならない存在がいた。それは副社長の戸田和夫氏だ。大なたを振るう中村社長の改革を社内にしっかりと説明し、経営と現場のクッション役を務めたのが戸田副社長だ。 音和なキャラクターとともに徹底したこだわりを貫く戸田副社長の存在は中村改革を推進する上で重要な役割を果たしたのは社内では共通した認識。電産と電工の統合は戸田副社長の存在抜きには実現しなかったという声もあるほどだ。大河原克行のデジタル家電最前線。ありがとうございます。